こんにちは、ギターズステーションです。今回ご紹介させていただくこちらのギターは、ギブソンカスタムショップ、トゥルーヒストリックの1958レスポールリーシュ HRM ハンドセレクテッドハードロックメープルのゴールデンポピーバーストです。ハードロックメープルというネーミングを採用した、モデルがついに、待望の復活を果たしました。今回の復活にあたっては、私たち日本の、キーディーラーからのアイデアによってついにこの復活ハードロックメープルの、ネーミングを使用した、木材を使用したモデルが復活をしたんですけれども、いわゆる、今までであればこういった、日本規格の、製品というのはヒストリックセレクトというふうにネーミングを使っていたんですが、今年2016年からは、2016年の、現在はいわゆる私たちがアイデアを出したものに関してもトゥルーヒストリックのネーミングが使用されているので、このモデルにはトゥルーヒストリックというネーミング、そしてモデルネームですね、そしてヘッドストックのいわゆるリーシュースタイルのシリアルナンバーであって、いわゆるトゥルーヒストリックのネーミングとそのスペックが採用されてますので、ただこのモデルに関しては日本からの規格で作られた、いわゆる日本でしか手に入らないモデルということだけは強くお話したいと思いますので、ぜひこのモデルに対してこだわっているところを説明していきたいと思います。まずこのボディトップですね、ボディトップに採用されているのはもちろんネーミングの通りハードロックメープルがチョイスされています。今回このハードロックメープルをチョイスするためにベースモデルとしては1958レスポールを採用しています。いわゆるその名に関してハードロックメープルのモデルがついに、復活を果たしたんですけれども、いわゆるハードロックメープルといえばヴィンテージフィール、オリジナルフィールの、レスポールを愛するフリークの方たちから取って、このレスポールを制作する上で言えば、まさにマスターピースと言えるようなメープルのトップ材なんですが、今回、このハードロックメープルの名を冠するモデルの復活にあたっては、日本のキーディーラー、私たちキーディーラーですねと、エドウィン・ウィルソン氏の、協力によってついに待望の復活を果たしました。この木材に関してもともとアーティストモデルであったりとか、そういったモデルに使用する、いわゆるコレクターズチョイスであったりアーティストモデルであったりというのは特別なモデルを制作する上では、いわゆるそのモデルに使用するためにナンバリングを、施した木材というのが、通常使用される5958の木材とは別にストックをされているんですけれども、その中でいわゆるイースタンハードロックメープルというふうにもう間違いのないものをエドウィン・ウィルソン氏が用意してくれて、そしてその中からさらに私たち日本のキーディーラーのスタッフが一枚一枚丁寧にハンドピックを行って制作されたのが今回のこのハードロックメープルになります。このモデルに関してもご覧いただければお分かりいただけるようにかなり痛めぶりの出ている木材ですし、いわゆるフレームに関しても割とタイトで、そして、見る角度によって表情を変える、フィーリング、本当にレスポールフリクターの方たちが、ギラッと入る木目ではなくてリアリティのある木目ということで、選んでいただけるような木材を、しっかりチョイスしていますので、このギターにも選ばれた木材が使用されているのをこの完成形を見ていただいてもお分かりいただけるんじゃないかと思います。いわゆるこういったカッターウェイのところからファッと出てくる木目、そして、コントロールのあたりにこう出てくる痛めと、そして、ふわっと出てくる、
少し立体感がありながらさりげない木材、もう本当に美しいトップに仕上がっていると思いますので、ぜひこの完成度は実機でご確認いただきたいところになります。いわゆるトゥルーヒストリックというネーミングは採用されていますが、先ほどもお話ししたように今年に関してはヒストリックセレクトと同じようなオーダーモデルであってもトゥルーヒストリックというネーミングが採用されていますので、このギター同じくヒストリックセレクトと同様に私たちがオーダーをしてますので、ボディカラーに関しても私たちが好みのカラーリングというのが使用されています。このカラーに関しては、通常のトゥルーヒストリックですとヴィンテージチェリーもしくはレモンバーストというふうになるんですが、ちょうどその中間色真ん中の部分ですね、いわゆる赤がもう少しフェードしていった、カラーリングをということで、このモデルにはゴールデンポピーバーストという、いわゆるちょっと甘い感じの、中間色が採用されています。この木目とのコンビネーションコントラスト見事だと思います。そして、ヒストリックセレクト、もともとトゥルーヒストリックももちろん完成度高いんですが、私たちがオーダーするヒストリックセレクトの自由度として言えるのはやはりカラーリングのチョイスの、うちの一つと思うんですけども、ボディトップにこういった、中間色のカラーリングもチョイスできますし、そしてこのボディバックですね、ボディバックに関してもやはりこの、トップのフェードしているカラーリングに合わせて、アニリンダイに関してもフェードチェリー、もう少しこう、落ちている、色合いを合わせている、ボディバックカラーが、チョイスできています。ですからサイドからこう少し流れるように、そしてトップの方のカラーリング、ここの部分に、赤が強い、ボディバックになることなく、ちょうどコンビネーションが取れているので、本当に完成度、ルックスに関しての完成度はかなり高く仕上がっているんじゃないかと思います。そして、バックのコントロールプレートですね、ここに関してもトゥルーヒストリックですから、トゥルーヒストリックのプレートが採用されています。そしてこのボディと、トップとバックのカラーリングに合わせてもう一つのこだわりがこのネックグリップですね。通常58の、1958のレスポールのネックグリップというのは、59よりも少し太めのネックシェイプ、そして今年のトゥルーヒストリック、ヒストリックセレクトの58というのは若干、以前のネックグリップに比べれば少し、薄めになったんですが、まだやはり59よりは、太いネックシェイプが採用されていたんですけれども、今回ここに関しても私たちのオーダーモデル、コンセプトモデルということでの強みとして、ネックバックにも以前アーティストモデルとして使用されていた少し小ぶりですごく評価の高いネックグリップを今回オーダーには採用しています。ですから実機をグリップしていただければ見事なネックグリップに、その完成度にネーミング、モデルネームとしてベースには58を使用していますけども、このグリップフィール、ご満足いただけるグリップフィールになっているんじゃないかと思います。そして、ヘッドストックですね、ヘッドストックに関してもトゥルーヒストリックですから、今回はヒストリックシリアルになっています。ですから8から始まるシリアルナンバー、2016年の6ですね。このネックグリップ、本当に秀逸だと思います。そして、もう一つのこだわりとしてピックアップに関してはオープンゼブラがチョイスされています。これはサウンドキャラクターということで、いろいろなピックアップもチョイスできるんですけれども、今回の、モデルに関しては、通常のカスタムバッカー、いわゆるトゥルーヒストリックスペックのカスタムバッカーをチョイスして、それをオープンゼブラに、しています。これは、いわゆるオープンゼブラになっていることで、このギター何かが違う、この、ピックアップを搭載しているからこそこのギターが、他のモデルとは違うんだという一つの、アイキャッチにつながるんじゃないかと思いまして、今回はオープンゼブラをこのギターにはチョイスしています。もちろんトゥルーヒストリックの、今年のモデルというのはピックアップカバーですよね。ピックアップカバーに関しても、モデルチェンジが行われてますし、そこは、重要な、ピースになりますので、このギターについても、ピックアップカバーは、外されてケースの中に、同封されてますから、そこについてはぜひご安心いただいて、お客様の方で、もし装着したいということであれば、ピックアップカバーを装着していただくこともできますが、店頭にこのゼブラのピックアップの、このギターがかかって、こういった風合いのあるギターがかかっていれば HRM だというふうに一つのアイキャッチになりますので、ぜひそこも確認いただきたいと思います。いわゆるこのハードロックメープルといえば、リアルな、スペック、いわゆる、リアリティのある、ギブソンのレスポールのヴィンテージフィールを、語る上では、外すことのできないマスターピースである木材だと思いますし、それをこういった形で、採用できた、そしてモデルネームに関することができたのは、私たち日本のキーディーラーの、アイデアと、そしてエドウィン・ウィルソン氏のご、協力によるものだと思いますし、そういったものが、店頭で、確認できる、そして見ることが触ることができるのは私たち日本の特権だと思いますので、私たちのアイデアが詰め込まれた、そして注ぎ込まれたものに対してしっかりと応えていただけているこのハードロックメープルのレスポールの実力をぜひギターズステーションでチェックしてみていただきたいと思います。ギターズステーションでした。
Thank you.